はい、こいつもいつ書籍検定時限が不安定な人は何をしたらいいのかやっていってまやっていってます。えー、総書ですね前回の動画では総書のことをお話をさせていただきました。で最後に何をするかっていうと、あのいろんな書籍紹介してきたじゃないですか。いろんな書籍紹介してきました。で購入してどういうふうにそれを。 あの使って勉強していったらいいのかっていうのをやっていきたいと思います。これを知らないとあの、購入しました、で、結局自分の字が変わりませんでしたってなっちゃうので、そうするとね、あ結局なんか私ってダメなんだとか、やっぱり私人からなんか指導を受けないとダメなんだとか、 なんか独学じゃ私全然ダメなんだっていうふうになっちゃってあの意味のない時間というか本当に生産性のない時間になっちゃうのでそうならない時間意味のない時間にならないためにこういう風にお勉強していくといいですよっていうのをこの動画で、ね、やっていきたいと思いますできれば皆さんお金かけたくないじゃないですか人,人から指導を受けると高いから あの人の時間っていうのはね、高いから私なんて、私から、私のそのマンツーマンのレッスンを受けちゃうと、もう、私やってないんだけれども、レッスンはね、やってないんだけれども、えっとね、50分で1万2000円ちょっといただいちゃってるんですよ。安い、もう少しこう、ボリュームディスカウントすると、えっと、9000円くらいになるんだけれども、50分でね、高いんですよ。人から指導を受けちゃうと。それ、あの、いい先生というか、自分で言うのなんですけども、結構それなりに実績出してる先生から指導を受けちゃったりとかすると、ちょっと高いので、 お金払いたくないいじゃななですかなるべく節約していきたいだから独学でとりあえず頑張っていただきたいんですよね独学のやり方効率的な独学のやり方こういうふうにやっていくと勉強できますよっていうのをねやっていきたいと思うんですけれどもあのー、自分の持っている感覚と比べてほしいんですよそのお手本がありましたそのお手本があった時にそのお手本をこうやってこうやってこうやって やっていくのももちろんいいんだけれども「じゃあ行人弁」をねじゃあ書きますって言った時にまず自分の持ってる行人弁ってどういう行人弁かなっていうのを書き出してほしいんですよ書き出す書き出してじゃあそれとお手本と比べた時にあこのね書き出す時っていうのはお手本見ずにですよ当然お手本を見ずに行人弁を書きましたじゃあお手本を見ましたど,どこがどう違うのかなっていうのをね 比べて欲しいんですよここれこれがまず重要なのお手本を見ずにまずは自分の持っている行人弁をアウトプットするであのこの動画を見てるまあ,あの日本人の方はすごく多いと思うんですけれどもじゃあ行人弁を書きなさいって言った時にとりあえず行人弁書けると思うんですよそれはその小学校とか中学校で勉強してきたからそれ以外にもずーっとねなんか 国語の時間でで作文とか書かか書されてきたじゃないですかだから字を書く一応書けるっちゃ書けると思うんですよ。だ行人弁書いた時にどういう行人弁なのかなっていうまずお手本見ずに書いていただきたいでその次にじゃお手本見た時にじゃどこが違うのかなっていうのを比べて言ってほしいですそれで強制していくの自分の感覚を。で矯正し自分のもっと ててていいいる感覚を矯正ししくくと字形が安定んですねだんだんね安定していくでこの作業お手本を見ずにまず自分の持っている字を書くそして比べるっていうこの手順をすっ飛ばすとね絶対自分の字っていうのは変わらないもう絶対これ言い切っちゃっていい絶対自分の字は変わらないまあそれはね何十年とかやってりゃ変わるかもしれないけどただ何十年も かけてこの1級とか順1級とか合格し,したいですそうじゃないですよね。なるべくなら早く合格したいって思ってると思うんですよ。この動画見てる方って。だったら、この手順をすっ飛ばしちゃいけないの。これね、すっ飛ばしがち。自分の持っている字をまず書く。お手本と比べる。どこが違うのかなっていうのを比べる。あここがおかしいな。じゃそう、じゃあ、直そうっていう。この手順。 飛ばしたらいつまでたっても自分の字は変わんないですよっていうね。で、ものすごい膨大なんですよ。あのー、ものすごい膨大です。えっ、ー、とね、私前に、まあ、これね、今度いつかあの販売予定なんだけれども、えー、その常用漢字で品質する、えー、構成要素、漢字の構成要素。まあ、あのー、漢字の部分ですよね。それを えー、まとめてみたら、だいたい200個ちょっとぐらいだったんですよ。200個ちょっと。で、その、それをね、あの今度、えっと、もっと分かりやすい形で、あの皆さんにね、あの、お見せしようと思うんですけれども、まあ、200個ちょっとって言っても、結構ね、これ、初心者の人からしてみたら、膨大な数なんですよ。その膨大な数を、1個1個ね、ちょっとね、これやっていくしかない,ないんですよね。じゃ全部がじゃ200個ちょっと完璧じゃないとか、完璧じゃないと合格できないのかって言ったら、そういうわけじゃないですよ。 あのー、もちろん不安定なものが混ざっていたとしても合格できるから合格できるような難易度になっているから一級っていう順一級とか一級っていうのはねでもこのこれすっ飛ばしてほしくないのこの手順をじゃちょっと行人名からやっていきましょうかじゃあお手本を見ずに私これああこれもちろんあの私こんなの書かないですけれどもえっと不安定な行人名を私書いてみましたこれ 自分の持っている字行人弁じゃこういう風になってるとするじゃないですかじゃお手本がじゃこうでしたこれ何が違うんだろうっていうのをね比べてみてほしいんですようーんなんかこの2画目が書き始めがなんかへおかしいかなもうちょっとこっちかこっちなのかなとかねあかんとこっちはここら辺からなのかなとかね 次に2画のこの角度角度これが私はなんか結構斜めだけどお手本ってなんかもう斜めなんだけどもうちょっと垂直に近い斜めなのかなとか,なか,なとかじゃあこうなのかなとかねふうにこう覚えていってほしいんですよ感覚を強制していってほしいんですよ じお手本を見てこれをねあっお手本がこうなってるからじゃあこうやって書いてえっとこうやって書いてえっとこうやって書いておしゃお手本通りに書けたっていう練習法だと全然これね上達しないです。まあ、選質は上手くなるかな選質は上達する。で頭の中になんとなく字形も頭の中に入るから。 なんとなく小綺麗になっていくんだけれどもでやっぱりねあのー、なんだろうな安定感とはちょっと程遠いかなって感じお手本だけ見て練習するっていうやり方はじゃ次力ねこれ行書体で書きましたあじゃ行書体で力をかけって言われた時にじゃあ私はこういう風に書きましたってするじゃないですかでじゃあお手本と比べてみますってっ時に何が違うんだろうとかね何が違うんだろうなうんいやこれ変わってなくないって 全く同じじゃないみたいな風になっちゃうと違うんですよねあれなんか跳ね,が跳ね方がなんか行書だとすっごくなんか長くないみたいなじゃあ跳ねる時はくってすごくもっと長く跳ねようみたいなねやってほしいんですよだここでえ跳ね方が跳ね方が 短いみたいな書くんですよこうやって自分のダメだったところ「跳ね方が短い」「長く跳ねる」これメモ書きリリーこの汚い字で大丈夫なのこれはね「跳ね方が短い」「長く跳ねる」書いておくんですよねこういう風にねこれをこれ積み重ねていくこれをこれを積み重ねていってください 1、えー、一級合格する上ではねこういうのを何百個何千個かなこれ積み重ねていってほしいの積み重ねていった先に合格があるんですよね積み重ねないとダメですよもうたらたらひたすらなんかこう手本をね隣に置いて,こう,やってこうやってこうやってこうやってって書いても、まあ、手が覚えてるかもしんないけどやっぱりね安定とは程遠いの不安定なのそ,それが不安定なんですよ 頭の中にある曖昧なお手本像をこう書いてるから不安定なんですよね。よろしいですか安定させるためにはこ,のこれも必要なの。知識も必要なんですよ。はい、次、総書、えー。じゃあ、えっ、ー、と、これ、あの、何て言うか、清いとか、生とか、生の総書なんですけれども、じゃあ、お手本を見ずに、じゃあ、こう書きましたとするじゃないですか。これをね、書きました。じゃあ、お手本と比べていますって言ったときに、 えー、これ何が違ううんだろうなとかまあ、総書はねちょっとね見る力がき見る力が本当にこれあの鍛えられてないとなかなかねどこが違うんだろうとかどこが大切なんだろうとかなかなか難しいんですよこれって自分で気づくのってただからこれはね草書に関しては私が書いたそのお手本の見方でものすごい詳しく解説しているからそこでまずは知識をね増やしていってほしいんだけれどもじゃあこれで書いた時にね何が違うんだろうって時にあこの 跳ね方がなかかかかおかしいかなとかもうちょっと閉じ気味の跳ねなのかなとかこういう跳ね方なのかなとかじゃあんで閉じ気味の跳ねに,になるんだろうってあそれはこの二画目の目指しあじゃこの,このせーのこのこれこの二画目のこの横角を目指しているように跳ねているから閉じ気味の跳ね方になるんだとかねじゃこの角度どうですかこれ。 なんか私,私この角度が右下にこれ下がっているけれどもあなんかお手本だとこれ右上に上がってるなとかあとはお手本だとここここに余白があるなってなんだけれどもあ私全然ないなとかで最後最終確これ点 あなんかお手本だと確かに斜めではあるんだけれども私ちょっと斜めすぎるかなとかもうちょっとこの角度かなとか。掃書はね、あのーまあ、字形も大事なんだけれども線質とかあとは角度とかその字の中に余白があど,どうとかちゃんとあるかないかとかそういうところが結構大事なんですよ。 総書ってね、とから、まあ、こういうふうにね比べてってほしいんですよねお手本を見ずに自分の持っている字っていうのをまず書いてでそれでお手本と比べてみてっていうこの手順これをね繰り返していってほしいんですよ今回これ解行奏解書行書総書で、あのー、こういうふうに比べていくといいですよっていうのを説明しましたけれどもあのひらがなも同様ですひらがなも ひらがなもまずはひらがなの「あ」あを書いてみてじゃあお手本と比べてみてじゃあどこが違うんだろうっていうのを、ね、それをひたすら繰り返していくんですよ。最初はね、あのー、全然どこが違うんだろうっていうとわ、ね、かんないと思いますか全部違うじゃんみたいな全部違うじゃんってなるかもしれないんだけれども、まあ、全部違うじゃんってなっちゃう方は大体そのお手本になんかこういうふうに書くといいですよって注意書きが 書いてあると思うんだけれども全部違うじゃんっていう人はその注意書きをねあのまずは守られてみるといいんじゃないかなって思いますでだん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 こう上達していく目があの鍛えられていくとあこれ注意書きに書いてはいないけれどもなんかこういう風に書くともっといいじゃんみたいな注意書き以上のことをそこからねあの学べるようになると思いますんでその 見る力を鍛えていってほしいっていうのもありますということですね。はい、えー。じゃあ、時系が高質問室、検定、時系が不安定な人は何をしたらいいのかっていうのを解説をしていきました。なんかね、ご質問とかあれば、あの YouTube のそのコメント欄でご質問いただいて全然 OK ですよ。全然 OK です。ただね、なんかたまにね、あの電話をいただいたりとか、あとは 直接私に対してメールをいただいたりとか、あとは LINE をいただいたりとか、ちょっとしちゃうときあるんですけれども、それはね、ちょっとお答えできませんので、それはね、あの、有料で、私の時間を直接なんかこう、使いたいっていう場合は、それは有料でね、お答えをしていますので、あの、これを、あの、まあ、なるだけ避けていただければなっていうふうに思いますってことですね。あの、YouTube のコメント欄でご質問いただく分に,には、全然もう無料なんで。 あとはその私、公開添削とかしているんですよね。ああ、じゃこれ、動画にこれ映すの忘れてた。ちいまさらなんですけれども。はい、添削希望の作品をね、募集をしておりますので、これか、あとこれですね。え毎週、毎月第3土曜日の8時半からね、あの、ちょっと、これ、ちょっとこの、これちょっと忘れてたな、これやるのね、ということで。 じゃあ、時系が不安定な人、あ、ごめんなさい、なだっけ、公開添削企画であの毎月やってるので、そこでご質問をいただいたりとか、添削してほしいですっていう作品をね、募集しておりますので、もう無料ですよ、公開添削は。メンバー向けの公開添削はえっと有料なんですけれども、基本的に無料なので、ぜひ。 応募いただければなというふうに思っております。はい、じゃあ以上になります。